エジマール・ハロースキージ・ジラセルダは、ブラジル・サンパウロ州文字、ダス・クルーゼス出身のウクライナ代表サッカー選手。FC メタリスト1925ハルキュー所属。ポジションはミッドフィールダー。2008年12月13日に、ウクライナ人女性と結婚。2011年3月に、ウクライナ国籍を取得。救命は、エジマール・ジラセルダ・パルシーダ。なお、ハロースキーは、 妻のせいである。2001年に SC インテルナシオナウでプロデビューを果たした。2002年にウクライナの SC タフリアシンフェロポリに移籍した。2007年8月、FC メタリストハルキューに移籍した。2015年8月18日、FC ドニプロと1年契約を交わした。2017年2月21日、NPSL のボカラトン FC に移籍。 クラブの東欧におけるアンバサダーも兼務する。ウクライナ代表として2011年8月10日、親善試合のスウェーデン代表戦で A 代表デビューを果たした。2013年9月6日のワールドカップ予選、サンマリノ戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。